近日、中国農業部未だに遺伝子組み換え食品の安全性には論争がつきません。そこで多くの国が遺伝子組み換え食品には表示を義務付けています。しかし中国では管理する体制が整っておらず、遺伝子組み換え食品を避ける手段がないため、人々の不満を呼んでいます。最近、中国農業省は農作物の種子生産に関する文書を発表したものの、遺伝子組み換えに関する内容が去年のものからすべて削除され、人々の不満を呼んでいます。遺伝子工学に詳しい中国社会科学院の上海生命科学研究院の張慶典教授は、遺伝子組み換えの安全は絶対とは言い切れないと指摘します。转基因食品的安全现在还有争议啊，而食品是健康人都要吃，所以这里人的安全，我觉得食品的安全比药品的安全更严重，更受到人家关注。中国では遺伝子組み換え食品の表示の規定が曖昧なため、購入時に見分ける術がないとも述べます。让每个人都有知情权，他有权决定是接纳转基因食品还是排斥转基因，纵然有再多的法规。它可以不执行，或者它可以监管不力，结果就造成了我们目前食品行业的这种情况。近年、遺伝子組み換え食品の論争は高まる一方です。特に動物や人間、生物多様性に対する遺伝子組み換え食品の害が多く伝えられているため、欧米では厳しい規制が敷かれています。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。